ダントンはフランス海軍の戦艦、ダントン級のネームシップである。1906年起航、1909年7月4日浸水、1911年6月1日収益。竣工のわずか1週間後、ジョージ5世の大艦記念館艦式に参列すべくイギリスに派遣されている。第一次世界大戦では、ダントンは、 フランス海軍の地中海艦隊に配属され、地中海のシーレーンを、オーストリア・ハンガリー帝国海軍から防衛すべく、護衛活動に従事した。また、オスマン帝国海軍の巡洋戦艦、ヤウズスル・タンセリムを国会へ閉じ込めておくための、ダーダネルス海峡封鎖作戦にも参加している。1917年3月19日正午、ダントンは、トゥーロン軍港での整備を終え、 ギリシャ西方のケルキラ島へ向かっていた。同地でオーストリア・ハンガリー海軍をアドリア海に閉じ込めておくためのオトランと海峡封鎖作戦に合流する予定だった。この時ダントンは通常より多くの人員を乗せていた。出港後は U ボートを避けるためジグザグ運動を行いつつ、投進していったがサルデーニャ島南方のティレニア海まで進んだところで、 ドイツ潜水艦 U-64 が放った魚雷日本が命中。沈むまでに45分と一応の余裕があり、かつ各指揮官の冷静な対応により1200人、近い乗員のうち戦死者は296人に止まった。残る860人は護衛の駆逐艦、マシューや小海艇によって救助された。u 十四は駆逐艦からの爆雷攻撃をかいくぐって、 逃走に成功したが、1918年6月17日に、HMS リクニスの攻撃により撃沈された。フランス海軍では、本艦の喪失を重く見て、戦艦の耐水雷防御に重要な改良余地があるとして、残る姉妹艦と既存戦艦らの水戦各角に、魚雷への防御効果を狙って重点材を注入した。これにより、姉妹艦ボルテールは、ダントンの時と、 同じく魚雷2本を受け水戦下に大破口が開いたが、前述の重点剤のおかげで大浸水まで至らず、敵船に対し微砲で汚染しつつ、自力で最寄りの港へ帰還することができた。2007年12月に残骸がサルデーニャ島沖で発見された。ありがとうございます。